この感覚久しぶりだわっていうことありますか？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。久しぶり。そうなんですよ、私小室ゆり、実は6月の15日から1ヶ月間7月の15日まで2度目のクラウドファンディングに挑戦をしております。タイトルがセクシュアルコミュニケーションの悩みを解決、結婚が幸せになるためのバイブル、出版ということで、はい、今更なんですけれども、本出します今かよっていう、はい、実はねこの書籍ね、2年以上こう企画を温めて、やっと出版までこぎつけたというここで、今回はですね、この書籍を一人でも多くの方にお届けするためのクラウドファンディングの活用をしております。このクラウドファンディングね、久々だっていう感じもあるんですけれども、何が久々か、この感覚かっていうと、クラウドファンディングってご支援いただくとメールでね、支援者が現れましたってキャンプファイヤーの方からメッセージが届くんです。やっぱりね、ご支援者のそのメールのアナウンスがないとハラハラするんですよね。やっぱご支援難しいのかしら、でもまだまだやれることはあるはずだ、最後まで頑張ろう、走り切ろう、なんていう、この一人二役とか一人三役の押し問答がこの1ヶ月多分ねずっとやってるんですよ。いやダメなのかな、いやまだまだいける、そうだよねって、こうなんかねずっと自分の中でね、ぐる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 感情がね走り回ってるっていう、これを3年前お世話になりました、クラウドファンディングの時にも同じことが起こってたんですよね。なんて言いますかね、心の強さが試される、そんな1ヶ月間をここから過ごしていくと思いますので、小室ゆりにどこかで会ったら大丈夫だよと一言声をかけてやってください。空元気でもいいんです、空の自信でもいいんです、大丈夫だっていうその言葉が聞けると人間は安心するものなんです。よろしくお願いしますはい、頑張ります、頑張ります。ということで今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、小室ゆり的サプリ論。6月15日から始まりましたクラウドファンディングにかけまして、今回はこの書籍、小室ゆりの結婚が幸せになるためのバイブル、この書籍の中から、ピックアップして内容を少し皆様にもご紹介していこうと思っております。なぜこの本がバイブルと名付けたか、そうです、この本が結婚のバイブルになるはずだと著者は考えております。そして後半コーナーは探偵サプリ、ご担当いただくのは MJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若梅秀隆さんです。今週はなかなかカッティングエッジなテーマ、カーセックスについて探偵さんの目線をお聞きください。おう、番組では皆さんからのメール募集しております。
番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談を送っておいてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。小室由利的サブ理論。ラジオで聞くセミナー、小室由利的サブ理論。今週は6月15日から1ヶ月間、7月15日までチャレンジいたします。セクシュアルコミュニケーションの悩みを解決、結婚が幸せになるためのバイブル出版、こちらのクラウドファンディングチャレンジ中ということで、今回出版させていただくことになりましたこの書籍、こちらのご紹介をさせていただこうと思います。まあね、小室由利が書くんですからね、聖書と書いてあるこのバイブルなんですけれども、聖書の聖はひじりじゃないですよね。はい、心が生きると書いて聖書、これでバイブルと読みます。今回は4章立てになっております。第1章、したいけどセックスして嫌われたらどうしよう。第2章、したいけどセックスできないのはどうしたらいい。第3章、したくなくてもセックスをしたくてはいけないのか。第4章、セックスをしないでずっと仲良しでいたいのだけれど。このような4章立てで、ほとんどの章が Q&A 方式になってます。途中コラムとか、ちょっと愛のお話とか、エッセイ的に読めるものも挟んでおりますが、基本的に質問があってそれにお答えしていくという形をとってて、どんな質問に答えているか、結婚生活においてどんなセックスが望ましい、雰囲気作りって手順はどうしたらいい、嫌われるセックスってどんなセックス、などなど。だいたいこれね、私がこの10年この仕事をしてきて聞かれてきた多くの質問をギュッとまとめてます。はい。でこういうね、性に関わる本だと、やり方とか快楽とか、そっちに寄りがちな内容なんですけど、今回はあえてそっちではなく、考え方、取り組み方、そしてセクシュアルコミュニケーションを解決する時のあり方というのにフォーカスをして書かせていただきました。よくこの話を説明する時に、皆さんがお求めなのって、もう2人ですでにその解決のテーブルについてるんです。2人は椅子に座ってる状態で、お互いの悩みをこうテーブルの上に出して、さあどうするっていうところの先を求めてらっしゃるんですね。そのテーブルに出し合った素材をどう料理する、ここを多くの方は求めていらっしゃるんですけれども、そもそもです、そのお二人の話を聞くと、テーブルに素材も乗っけてない、なんだったらテーブルにもついてない、ついてたとしても一人がテーブルについている状態、なんだったらさらにですよ、その話し合いのテーブルと椅子すらも作れていない状態っていう方がすごく多いです。はい。この本が目指すことって、話し合いのテーブルを作るっていう作業をお手伝いするっていうことなんですよ。だってどんなことでも、ビジネスでもプライベートでも、まあ夫婦喧嘩でも何でもいいんですけど、話さないと問題解決しないじゃないですか。話し合いすらできる状況にないのに、お一人で悩んで
お一人で素材を持ってきて、どうやってこれを二人で美味しく調理すればいいですか。まだね、段階が早いんです。皆さん一歩一歩関係構築をして、二人で小さなスモールゴール、ベイビーゴールとも言うんですけど、こういうのを積み重ねていかないと、やっぱりセックスにおいても問題解決ってしていかないんですよね。ここのお手伝いをこの本ではさせていただいてます。ということでお時間になりました。なんかあっという間でしたね。次週もこの本の内容について触れていきたいと思います。楽しみにしていてください。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。後半は探偵サプリ。ご担当いただくのは MJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若梅秀隆さんです。今週はカーセックスについてお話しくださるそうですよ。さあ若梅さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。探偵サプリを担当する MJ リサーチ総合探偵社調査歴20年現役探偵の若梅です。探偵サプリでは気になる探偵事情や男女問題に関わる調査事例などをお話しさせていただいております。今回は車での不貞行為の証明についてお話ししたいと思います。車での不貞行為、これはどういうことかというと、一般的に言われるカーセックスというような言われ方をしています。言った字のごとくですね、車車内での不貞行為、肉体関係ですねも証明になります。やはりこういった車両での不貞行為っていうと、やはり車の中で行いますので、人目のつかないようなところで行われることが非常に多いです。例えば公園の、駐車場ですね。また土手沿いとか、ほとんど人が来ないようなところで、中には立体駐車場とかの屋上とか、なかなか人が来ないようなところを選んで、やはり車の中でそういった行為を行います。やはり車ですからホテルと違って、外から見られてしまう可能性もあるので、やはり真っ暗な時ですね、深夜であったりとか人が来ないような時、また車内にカーテンとかを仕掛けて外から見られないように、そういった行為を行う方々が多いです。中にはですね、ちょっと夕方ぐらいだったんですけども、
段ボールですね、車両の中にあったのか、段ボールを車内に全部敷き詰めて外から見れないようにして、そういった行為を行っている人もいました。その行為を、取るにあたって、やはり暗い場所なので、自分たちは暗視カメラであったりとか、あとは遠い場所、人がいないようなところで行われるので、望遠のカメラを使って、車内の様子であったりとか状況を撮ることがあります。その時もですね、何を撮るかというと、覗きでこう行っていくわけではないので、2人がですね、後部席に移ってカーテンを閉めたりとか、あとは服をちょっと脱いでたりとか、車両の揺れだったりとか、冬場ですと、エンジンを切ってしまうと、非常に結露とかですね、そういったのが車両についているというような状況をとっていきます。やはり人気がいないところなんで、自分たちも近寄れないので、例えば公園で車も行けないようなところであったら、歩いてですね、服前進のように近づいていって、車両の様子、暗視カメラで確認してみたりとか、また定期的に行う場所が決まっているようであれば、固定のカメラをそこの場所に仕掛けておいて、暗視カメラでその状況を撮影するっていうこともやっていきます。で、中にはですね、依頼者さんと協力して、例えばその車が家族でも使えるような車であれば、車両の方に IC レコーダーとかドライブレコーダーとか、そういったものを録音して、調査と併用して、実際にそういった行為があるかを調べるような時もあります。で、その車両での不貞の証明の仕方としては、やはり男女、浮気相手と一緒に、ちゃんと乗り降りをして、その車両に2人っきりでいる証明と、やはり時間ですね、何時間、何十分って方もいますけども、何時間もいて、後部席に移っている状況、あとは車両が揺れている状況なんかを取っています。で、その中で仮にその IC レコーダーとか音声が併用して使えるようであれば、調査上物理的にここの場所2人にがいた、しかも車内でそういった行為をしている、音声であったりとか話し声とかが併用すると、もうやはりここで不貞が行われましたよという証明になりやすいです。自分たちのこういった調査上で注意事項はですね、やはり外で公園とか草むらで見るんで、非常に虫とかそういった害虫みたいなのがいっぱい集まってくるので、虫除け対策をしっかりやっていきます。で、あとはその変質者であったり覗きと思われないように注意しなきゃいけないというところが、自分たちの辛いところです。で、今回は、車での不貞行為の証明についてお話ししていきました。調査のご相談は MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube もご覧になってください。最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。揺れてたりとかね、結露してたりとかね、段ボールはどうなの？もし自分のパートナーがそれやってたらすっごいドン引きますけど、その二人にとっては何事にも代え難いお時間なんでしょうね。これは他人事だからきっとそう思うんでしょうね。いや、自分のパートナーになる方はそうじゃない方を願いたいと思います。若梅さん、ありがとうございました。ベテラン探偵の高い調査力を適正な価格で提供します。弁護士や夫婦問題カウンセラーへのご紹介でアフターフォローも万全です。まずはお気軽にご相談ください。インターネット検索は MJ リサーチ探偵でお願いいたします。また MJ リサーチ総合探偵社が管理運営する YouTube チャンネルもどうぞご覧ください。踊れ踊れ私の占いサブリ。DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが好評中です。占い癒しところヤクモワンオーナー萩原ヤクモ先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も十二星座で占います。梅雨の過ごし方編です。いやー、いろんな濡れ方がありそうですね。さあセクシーに参ります。おひつじ座、雨でもデートはしたいわよね。
レインコートが暑いから自然と薄着になっちゃわない。おうし座、あなたの耳も感度がいい方よね。あい傘にあたる雨音、あなたと二人で聞いていたいわ。双子座、大きめのエコバッグ便利よね。でも雨の中だと大きいと濡れやすいので気をつけて。ガニ座、こんなに暑いんだから雨でも使える男性用日傘が流行ってるわね。私は少し濡れてみたい気もするけどね。獅子座、雨の時期こそ動画がおすすめよ。恋愛映画の濡れ場にドキドキしない。乙女座、雨の日は VR ゴーグルで 3D の旅行も楽しいわね。ゴーラ、ゴーグルつけてるからってどこ触ってるのよ。エッチね。天秤座、湿度は除湿器で 40% から 60% に保つのがいいの。タンクに溜まった水分のうち、夕べの私の水分どれくらいあるのかしら。サソリ座、この時期はお布団もジメジメするわ。布団乾燥機で乾かしたその後、人肌で温め合うんでしょ。余計に湿っちゃうかしら。いて座、梅雨明けが近い宜野湾は気温も上がってくるからね。ハンディ扇風機はいいんだけれど、なんでミニスカートに当ててくるの。ヤギ座、特に湿度と暑さがヤギ座さんは弱いのよね。ゴラ、吸湿速乾の下着をつけたのに取らないでよ。水亀座、蒸し暑さになんて慣れないわ。蛍光補水液飲んで体中に水分を満たしましょう。魚座、湿度で汗が出ないと体に悪いのよ。二人で厚めのお風呂に浸かって汗も何もかも流しちゃいましょう。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。久しぶりにエッチいただきました。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングの時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週は女風サプリ、ご担当いただくのは名古屋のセラピストゆずきさんにご担当いただきます。女心をぐっと捉えて離さないゆずきさんのお話、楽しみにしておいてください。そしてね、今週前半のコーナーでもご紹介させていただきましたが、小室よりクラウドファンディング挑戦しております。セクシュアルコミュニケーションの悩みを解決、結婚が幸せになるためのバイブル、こちらは立身弁に生きると書いて聖書でバイブルと読んでおります。
こちらのチャレンジ、6月の15日から1ヶ月間、7月の15日まで続いております。またこの期間なんですが、ほぼ毎日お昼の12時と夜の21時から20分間、Facebook ライブにて、様々な事業家さんをお迎えして、書籍の感想、そして事業家さんとつながりのあるこうセクシュアリティに関するお話などをさせていただいております。最近ですとね、まさに今週コーナーご担当いただいております若梅さんともお話をさせていただきました。今後は八雲先生も一毛先生も押谷先生もご出演いただけるということで楽しみにしておいてください。インターネット検索はキャンプファイヤー小室ゆり、キャンプファイヤー小室ゆりでお願いいたします。あなたの温かいご支援をお待ちしております。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくでやなばらばな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着帰りさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。初恋と最後の恋の違いをご存知？初恋はこれが最後の恋だと思うし、最後の恋はこれこそ初恋だと思うもの。フィンランドの作家トーベ・ヤンソンの名言です。どちらの恋も精一杯その時を生きることができたら最高の恋になるのではないでしょうか。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう、この思い恩返し。しゃらに走り続けてた、気がつけば引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた、この思い届けたくて欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう。